爽やかな秋晴れの続く今日この頃、お変わりなくお過ごしのことと存じます。今朝庭先の畑に茎ブロッコリーを植えてまいりました。さてあなたならと思いご案内を申し上げます。一長羅をご着衣の上お集まりいただけませんでしょうか。舞台挨拶大会を開催いたします。優勝賞金10万ご用意させていただいております。もちろん参加は自由です。参加の意思をお持ちの方は追って集合日時場所をご案内差し上げます。お返事お待ちしております。実りの秋、皆さんにもいいことがありますように。ジニア捜査官。おお、おはようございます。びっくりした。マドちゃんはね、うん、これはテクニシャン。テクニックをね、持ってると思う。その世渡りテクニックっていうか、だから結構強いと思うな。何をするんですか。ガラス森まどです。本編に出演しています。私は本当にワンシーンの出演だったので、もう全然他のシーンの台本とかも受け取っていない状態だったので、もうどんな話かも分からずに挑んだんですけれども、現場の活気はものすごくあって、まあ、とても楽しかったです。シンプルに なんて言うんだろう、なんね、人が喜ぶことをさ、ちゃんとツボを抑えてるような気がする。幼稚園の時から女優です。幼稚園でそれかってよく言われるんですけど、昼ドラのボタンとバラっていうのがあって、女性同士のドロドロしたやつなんですけど、それを、まあ、それが母がハマってるドラマで、一緒に見ているうちに、なんかふとなりたいというよりも、あ、私将来こういうの、テレビの中の世界、これに出る人になるんだろうなって思ったのをすごい覚えてます。なりたいというよりなるんだろうなっていう自然な感じで見てました。熊本出身だよね。頭いいな。そういうね、頭いい人がさ、本気で面白いことを考えたりさ、なんか感動させようとかねってきた時は怖いよね。俺ら勝てないよ、そんな。うえ、なんで、びっくりした。え、なんで、ほっついた。なんすか。え、なんすか、これ。え、みっちー、これね、こんな純粋なやついるのかなっていう印象。道川内壮です。出演作は花子です。よろしくお願いします。小さい頃は野球選手を夢見ていました。もうとにかく甲子園に出る。で、高校も甲子園に一番行きやすい、高校数が一番少ないところで鳥取県を選んで進学しました。甲子園には1年生と2年生の時に行きました。どっちもスタンドで応援してました、うん、だけど意外とちょっと抜けてるところもあるなっていうのがあるから、なんかそれが舞台挨拶の時に神がかって降りてきたら面白いんじゃないかなっていうのはありますね。あと普通にかっこいいから、なんか女性ファンとかのあれで持っていくんじゃないかなっていうのもちょっとまあ心配。まあこの中で言ったらライバル、俺の。どうぞ出てください。お疲れ様です。何すか何すか何すか。え、これこれこれ。岡部ちゃん、この前動画撮った時に、あ、この子結構ポテンシャルあるなっていう、うん、言ってお参加ください。よろしいですか。え、盛り上げて。そういう事務所でしたっけ。嘘。
上島先生です。はい、はい、めちゃくちゃ緊張しましたね。なんか緊張したんですけど、なんかあんま記憶ない記憶ないんですよね。人多かったなっていう、結構しんみりとした芝居だったので、できるかなっていう不安もありつつ、まあ、ちょっと緊張しちゃいました。なんか座っとんなっていうのは思ったから、これも結構考えてくるんじゃないかな。緻密な作戦を練ってやってきそうな雰囲気、あ、こいつやるなっていうのはちょっと思ったかな。でもその作戦がハマるかハマんないか、10万円をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。あるかなって、まあでも結構おもろいんじゃないかなって、ここのあのキャスティングは結構いいんじゃないかなって今思ったんです。